お疲れ様です、店長。いろいろあったんですが、とりあえずは。あの図太い野々宮が首を吊るとはな。まったくだ。あの立地なら今すぐ町金で5000万借りてでも欲しかったのによ。本当にバカなやつだぜ。金のなる木を持ったまま天国に行っちまうなんてよ。葬式だってのに、どいつもこいつも金の話ばかりだな。仕方ねえよ。みんな喉から手が出るほどソープの営業権が欲しいんだ。営業権なんて役所に届けりゃいいんじゃねえのか。今風営法が厳しくてな、学校、病院、図書館なんかが半径200メートル内にあれば即 NG で、この基準をクリアできる繁華街はこの国にほぼ存在しない。つまり新規でソープランドを開店するのは事実上不可能というわけだ。じゃあ今あるソープランドは？ほぼ全ての店が昭和の時代にオープンした店だ。じゃあ野々宮さんが死んで貴重なソープランドが一軒消滅したってわけか。さっきすれ違った連中が言ってたように、その気になりゃ営業権を高値で売りさばくこともできたはずだ。なんで自殺なんかしたんだろうな。わかんねえ。でも菜の葉さんのこともそうだけど、他にもいろいろと悩んでたのかもな。いいが、私の名前はね、サエコ。名前はサエコって？ちょっと待ってくれ、どういうことなんだ？私はね、あなたたちとは今日が初対面なの。理解できた？おじいちゃん。おじいちゃん、まだわかんない。じゃあそこのメガネは？わかった。メガネって、いや全然わかんねえ。つまりストレートに考えるや、双子だろ。大正解。もじゃもじゃ頭は頭いいね。そう、菜の葉は妹なので、あんた姉のサエコか。じゃああんたもその風俗嬢なのか？風俗嬢じゃないけど、キャバクラで雇われママをしてる。その店のオーナーが野々宮だったの。あの店長、ソープの他にキャバも持ってたのか？あの店長、ああ見えて偉人町の風俗街じゃ指折りの名士だったみたいよ。だから一応乙姫ランドと私の任されてるキャバクラは系列ってことになるの。じゃああんたら姉妹で揃って野々宮のキャバと風俗に入店したのか？最初に入店したのは私。でもまさか妹が系列店に風俗で働いてるなんてずっと知らなかった。知らなかった？そう、妹が乙姫ランドで働いてたのはこの間まで知らなかったのよ。妹がお父さんの介護でそこまでお金を必要としてたってことも知らなかった。兄弟だろ？それにあんたが先にキャバクラにいたのにどうしてだ？複雑な家庭事情ってやつのせいでね。私は若い頃に家を飛び出してそれっきりだったから。絶縁状態だったってことか？うん。でもある日妹が乙姫ランドに入店したの。
じゃあ店長はそこで二人は身内だって気づいたんだろう。そりゃ気づいたわよ。双子なんだから当たり前よね。だからナノハには会ったその場で私がキャバクラで働いてるって伝えたみたい。でもナノハがソープで働くことを私には絶対に内緒にしてほしいって頼んだのよ。絶縁状態だからこそか。ところが何日か前よ、いきなり野々宮から私に君の妹と親父さんがピンチだって連絡があったの。ヤクザ絡みの介護施設にはめられたみたいだって。ああ、そこで初めて妹さんたちの事情を知らされたわけか。そう、何年かぶりにね。でもナノハに内緒にしてほしいって言われてずっと隠してたのに伝えてきたってことはよほどまずい状況だったんでしょ。まあでも今はもう大丈夫だ、心配はねえよ。そっか、お父さんもあの子も随分世話になったみたいね。だからお礼も言っとかなきゃと思ってさ、春日さんに足立さん、それと難波さん。名前知ってたなら名前で呼べよ。俺らは親父さんと妹の命の恩人だぞ。分かってる、本当に感謝してるって。ありがとう。あんたその後菜の葉さんとは会ってない。私はこの先もずっと何も知らないままってことの方がいいんじゃないかって思うし。なあ、ちょっといいか。あんたさっき施設のこと野々宮に聞いたって言ったよな。電話か何かで。うん。だとするとそれ時間的にはあいつが首吊る直前ってことにならねえか。そう、死んだ当日。つまり私はあの人が死ぬ直前に直接電話で話してた人間ってこと。なんだって。その上で言ってるの、あの人が自殺だったわけがないってね。あんた店長とはどんな話を。はあ、乙姫ランドのボーイさんが。そうなんだ、妹さんが親父さんを預けてた施設、清流会絡みのヤバいとこでさ、金を用意できないと親父さんを殺すとかなんとかで。ちょっと何なのそれ。だいたいナノハがソープで働いてたとか、なんで教えてくれなかったの。ごめん、それは止められてたんだよ。でもこうなっちゃった以上もうサッちゃんに黙っとくわけにいかないと思ってさ。じゃあまとまったお金がないとまずいってこと。でも今私そんなにお金は。まあとにかく少しでも集めてみるけど。でも時間がないんだよ。だから新入りのボーイたちが何とかしてくれるって今は信じるしかないんだ。でもあいつらならきっとやってくれる。そんな連中に何とかできる話なの。大体誰よそれ。元極道やら刑事やらの3人組でさ、見ず知らずの菜の花のために命かけて頑張ってくれてんだ。それがさっき言ってた春日さんたち。そうだ、彼らは本当に頼りになる連中で。ん？あれ？なんだ？何？お客さん？ああ、多分。ちょっと待ってて。はい。誰だ、あんたら。おお、ちょっと待て。何勝手に入ってんだ。店長。店長。ロマ、ロマ、他在这里。ロマ。それが店長との最後のやり取りか。そう。最後ドタバタしてたってのは何だ。わからないけど多分中国語、かなり怒ってる感じで。だから自殺とは思えないと。うん。店長がその中国人たちにやられたんだとしたら、そいつらが自殺に偽装したってことか。今からでも遅くねえだろ。すぐ警察に言おうぜ。とっくに言ったって。
ここの電話の通話履歴から所轄の刑事が聞き込みに来たの。だから私はありのままを全て話した。だったらなんで自殺で処理されてんだよ。わからない。刑事も途中までは熱心に聞いてくれた。でも私が電話で聞いた中国語をモノマネしてみせたら急に引き上げていったの。紗恵子さんだったな。ちょっとそのモノマネやってみてくんねえか。いいけど、私中国語なんて知らないから意味はわからないわよ。いい？こんな感じ。ラオマ、ラオマ。ラオマ？どういう意味だ？だから意味はわからないって。いや、よくわかった。マジで？ラオマってのはハンピン・リューマンの幹部の愛称だ。ハンピン・リューマンの幹部？偉人さんの？ええ、実際の名前はマブチ。マブチ。ハンピン・リューマンの幹部の名前を大声で呼んでた。おそらくこの部屋に乗り込んできたのはマブチの手下だな。で、野々宮を見つけた手下は大声でマブチにそのことを知らせた。彼女が聞いたのはその声ってわけだ。じゃあそのマブチってやつが野々宮を殺したのか。いや、でもここは清流海の島だろ。偉人さんは冷戦状態で戦争はしねえんじゃねえのか。だからその掟が破られたとなると大事だな。警察はなんで彼女の証言を無視したんだ。その刑事が知らなかったんじゃねえのか、ラオマーって言葉を。逆だろうな。知ってたからこそ捜査をやめたんだ。ん？どういうことだよ。偉人町の刑事でラオマーを知らねえ奴はいねえよ。なんたってマブチは刑事課を丸ごと買収してるんだから。町の刑事を丸ごと？奴は偉人町の刑事に子供の七五三祝いから入学祝い、冠婚葬祭なんかの経費までまめまめしく世話してやってんだ。なんだそりゃ。もっとも刑事連中にしてみりゃ賄賂をもらえるありがたさもあるが、マブチに自分らの個人情報が全部筒抜けになってる弱みもある。なるほど、飴とムチってやつか。ええ、もともと偉人町の警察は肉の壁の中のゴタゴタには及び腰だ。その上マブチが相手で被害者がソープの店長とくりゃ、まともな捜査は期待できねえかもな。なあ、そのマブチが怪しいとして、なんで店長は殺されなきゃなんなかったんだ。さあな、とりあえず窃盗が目的じゃないことだけは確かだ。珍しいわね、あの店長が大入りを出すなんて。ちゃんと準備しておいてくれてたんだな、俺らのことを信じて。野々宮との電話詳しく教えてもらえて助かったぜ。ありがとうよ。悔しいのよ、なんか。ん？全部私の知らないところで勝手に心配されて、勝手に誰かが頑張ってこんなことになったのが。私さ、父や妹とはずっと不仲で、間を取り持ってた母が死んじゃってからはもう居場所がなくて。だから家を出たんだよね。けど家族を捨ててきた私に野々宮は曲がりなりにも居場所をくれた。そんな人を私は最後までろくでなし呼ばわりしてさ、ありがとうなんて一度も言ったことなかった。だって急にこんなお別れが来るなんて思ってもなかったから。私は自分一人で気ままに生きてきたつもりだったけど、案外身近な人間と重苦しくて厄介なつながりを持ってたんだなって。七宮がいなくなって初めてそう気がついた。
重苦しい厄介なもんか。でもそれは絆っていうんじゃねえのか。私ね、悔しいのよ。野々宮はデリカシーないし、言うことも汚い最低の親父よ。でもだからって殺されたのに警察も知らん顔。野々宮は殺されても仕方がない人だって言うの？そんなわけないよ。私一人じゃ何にもできない。でも死ぬ前に野々宮があんたたちは頼りになるやつだって言ってたから、だからだから俺らに会いに来たんだよな。オーケー、オーケーって、ひょっとしてまたやる気かよ。だんだん俺のこと分かってきたじゃない、難波先生。やっぱりそうなるのか。足立さんは現役のデカたちが尻込みする相手だ。俺のデカ魂はやれと言ってるぜ。じゃあ決まりだな。さっちゃん。一緒にやろうぜ。あんたは今日からまた一人じゃねえってことだ。よろしくな。